ももかです。ゆめかです。ピンク。だて。ティー。始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はあの人のポーチの中身紹介。イエーイ。というわけで、あの人とはなんとピティさんです。イエーイ。はい、まあ、ピティさんとはなんですけど、ピンクラテ TV の女性のスタッフさんです。女性ですよ。ピティさんでいいよ。ピティさんだよ。はい、よく韓国に出張に行ったりとかめっちゃしてて、おしゃれですよ。ちょっと色を統一したワンピースにちょっとビスチェを着ておられましてですね、茶色のブーツを着ておられまして、かわいいアイリングをされていましてですね、まあ、とっても美人なわけでございますですけれどもそんなピティさんのポーチの中身を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、というわけで今ここにですね、ピティさんのポーチです。オープン。オープン。これか。あ、それから行った。うんうん。中にポーチンポーチですね。同じです。同じやつ。うん。キーちゃんとかいると思うけど、ピティさんは絆創膏と絆創膏と綿棒。そしてキティちゃんのゴムですね。ピティさんはキティちゃんが大好きです。そうなんです。だからピティなんですね。ボックスにも書いてました。そして金色のピンですね。可愛い。黒じゃないってところもおしゃれですね。ですね。はい、ありがとうございます。ということで、このポーチは薬類でした。じゃあ次、これですか。あ、これはピンクラテがコスメ最近出したんですけど、ハンドクリームです。ローズの香りですね。ローズですね。まあ、チェリーとローズがあるって、これは多分紹介したと思うんですけど、動画で。この紫がローズです。ピティさんはローズ派だそうですね。はい、ちょっとこれが気になるの。なんかあれじゃない、フリスク的な。そう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 。エチュリプス食べていいんですか。ありがとうございます。ちょっと出ましたのでいただいていきたいと思います。実食いただきます。ちょっとスースーする。あ、おいしい。他はちょっと小腹が空いた時に食べる感じだと思います。サイズ大きめだから韓国語で書いてあるから韓国のものですかね。はい、続いて鏡だな。こちらはジルチュアートの鏡になります。かわいい。いいですね。鏡までおしゃれってすごいですね。私やってき韓国語で書いてあります。やっぱり韓国。うん、スヌーピーです。こちらはイニスフリーのパウダーです。ジュースパウダー的なやつです。続いてビバラジューシビバ、まあ、そんな感じです。香水だそうです。いい匂い。これでいこうかな。 3C のやつ、チークです。リップ&チーク。私もこれ持ってる。メイカー持ってる。私持ってる。でも私たちは原宿で買ったんですけど、ここ韓国語なので多分ピティさん本家で買いましたね。本家で。ピティさんの恋しかったんだけど当分手洗えないかもしれない。何ですか。やめときなさい。チェリーのチューブはリップって書いてあります。あ、韓国語登場。続いてこちらもですね、韓国語でバイレット。これピティさんがよく使ってる、こういう感じです。いいんですか。じゃあ私は美容系 YouTuber に一瞬になります。フルーティーな匂いがします。食べても美味しそう。それ思った。次これです。これ多分白いので薬用です。うん、フランスで買ったらしい。美容ダーマ、わかんない。続いて、なんかこのでかいのですね。このでかい気になる。消毒。今、風流行ってるからいい。殺菌消毒ですね。オイルは女子力高い。これが涙袋に入れるやつですね。涙袋。なんかラメ結構入ってるね。あ、こちらも韓国語で書いてあります。こんな感じです。あ、でも結構肌に馴染むけど、うん、ラメはしっかり目立ってていい感じ。うん、キラキラしてるね。涙袋がぷっくりしたかな。私は全然涙袋がないんですけど、これでできました、涙袋が。じゃあ次、これはこれも韓国語です。アピュアピュ。どっちでもいいんですよこれ。どっちでも。なんかリップが有名なブランドです。すごい光の屈折だよ。本当だ。ちょっとかぶってみる。でかい。でかくなった。ドゥンドゥン。はい、というわけで以上です。以上がね、 T さんのねポーチの中身でございました。が気づいた方
方もおられるかもしれないと思いますのですが、ここにですねピンクラテ TV と書いてあります。ウェブもとピンクラテのコラボ商品が2019年の1月15日から発売されます。イエーイ。はい、こちらはウェブ限定のウェブ限定の商品です。お店で売ってないので私たちで練ってね、そう、相談して4人でデザインを決定したデザインのポーチです。そうです、頑張ったよですね。メッシュなんですよ。メッシュはクリモモちゃんの案が採用されました。はい、ここがねポイントなんですよね。メタリックの逆三角形で虹色になるんですよ。そうそう、素敵だな。ここめっちゃお気に入り。いつもの並び順なの分かりますか？アリア、ヒメカ、ユラ、リモンカ、この年齢順の並び順に表裏プリントされてます。こっちもね、小さい方は入ってないけど、それはないんですけどほとんど同じです、うん、小物を絆創膏とかピティさんとか入れてたみたいに入れてみるといいと思います、うん、濃いピンクと紫、これはユラリのあんかな。そうだね、うん、ピンクラテ TV らしいカラーだと思うのでぜひウェブでゲットしてみてください。はい、あとちなみにですね、私たちもちゃんとモデルをやってるのでお洋服を着てポーズ撮ってる4人がいるのでぜひやってますよ。概要欄から飛んでみてください。ウェブもコラボポーチは限定発売なので急いでゲットしてください。はい、という宣伝でございました。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。